プノンバ県寺院は、カンボジアにある、アンコール遺跡の一つ。アンコールアット寺院の北西線3 0 0メートル、アンコールトムの南400メートルに位置する、オカプノンバ県の上に立つヒンドゥー教寺院。10世紀諸島、ヤショーバルマン一世により建設された、周囲の遺跡と共に、世界遺産に登録されている。プノンバ県全洋斎場段に建てられた5つの、 指導の一つ、プノン・バケンから見る夕暮れ土器のトンレ・サップコ、ヤショー・バルマン一世が戦とした、ヤショー・ダ・ラブラの都の中心として、趣味村を表し建造したと伝えられる、五層の基壇の最上段に五つの指導を持つピラミッド型寺院。ヤショー・ダ・ラブラは一辺四キロメートルの観光で囲まれ、アンコール・トムよりもさらに大きかったという。 標高67メートルのブノン馬剣の頂上にあり、寺院の高さは約47メートル。第一次アンコール王都の中心的寺院である。材質は砂岩が中心。自然の地形をうまく生かし立てられている。朱子道はアンコール遺跡の中で最も高い位置に立つ。五層の基段からなり、第一基段は一辺76メートルである。 東西南北の各面にある階段の勾配は70度になり、そこに小塔及び新派が並ぶ。五層目となる最上段に五棟の指導があり、中央の大指導とその支辺にある中指導により構成されており、五つの指導は趣味さんの五つの頂を示すとも言われる。五層には、それぞれ12棟の小指導が配され、最下段の周囲を取り囲むように44棟の レンガ作りの指導が配置される。インドネシアのボロブドゥル遺跡との類似性が指摘される。アンコールワットが見下ろせる、唯一の場所でもあるとともに360度の展望が、危機、市街地を、はじめ東にアンコールワット、西に西払い、トンレサップ湖、遠方に、アンコール山西山のプノン、ボック、プノンクロムまでが遠望できる。夕日のビューポイントになっており、夕方から、 多くの人で、しばしの賑わいを見せる。像に乗って登ることも可能。ふもとの駐車場付近は常に観光地的な喧騒を呈する。ありがとうございます。